はい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 。気持ちいいっすね。やっぱ4番が打つってすごく気持ちいいっすね。本当にちょっと鳥肌もんでしたし、今日の試合でね、すごく流れが変わったところって、まあ3つぐらいあったかなというふうに思うんで、ちょっとそれをね、詳しく今日解説していきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対カープの試合解説やっていきたいなというふうに思ってます。気持ちいいね。やっぱり勝つって気持ちいいんですよ。うん、やっぱりね、すごく前半粘ってましたしね、どちらも粘ってましたし、さっき先制点は取られたんですけども、やはりすぐ追いついて、で、まあ岡本選手のね、スリーランホームランで、まあ今日勝ったというところがありましたけども、やはりね、浅野選手のタイムリーもそうですし、まあ岸田選手もね、まあ盗塁2つ刺した、特にあの三振ゲッツのね、刺したっていうところから流れがすごく変わったなっていうところがあったんで、まあそういったところも含めて今日解説していきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、でその後にスタメンの変更点見ていきまして、で最後に僕が気になったところを、まあ配球チャートなんかもね、用いながら、あ、ここは、こういうふうに狙っててねとかみたいな感じでね、すごく面白い話ができるかなというふうに思うんで、ぜひね皆様見ててください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。はい、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、得点シーンをね、一緒に振り返っていきたいと思います。はい、まず今日はですね、4対1というところでジャイアンツが勝ちました。はい、なんとかね、これもし2連敗なんかしてたら、ちょっとね、もう優勝危ないんちゃうかというか、厳しいんちゃうかっていうところではありましたけども、今日なんとか首の皮、1枚繋がったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、6回までね、0-0 でね、行ってまして、で、7回表にワンアウトからですね、ワンアウトランナーなしから坂倉選手にホームラン。まあこれちょっと、まあ少し甘く入った球ではありましたが、よく打ちましたし、えぐいホームランでした。打球速度何本ぐらい出てたんかわかんないんですけど、多分相当165キロぐらい出てたんちゃうかなっていうふうに思います。で、すぐ取り返せたのが良かったですね。この7回裏、2アウト2塁から浅野選手のね、これ、センターの2塁打ですけども、まあその前のね、打席、まあキャッチャーフライに打ち取られてるんですけども、まあそこでね、まあ、コテンパニーじゃないですけども、なかなかこう対応できずに、打ち取られた後の打席だったんで、そこもちょっと含めながらね、後でね、ちょっと分かりやすく解説していきたいなと、配球チャート用いながら見ていきたいと思います。はい、でですね、ここですよね、8回裏、ノーアウト、2、3塁から岡本選手のホームラン、これちょっと鳥肌立ちましたね。はい、153キロのボールだったんですけども、もうスタンドの中段にぶち込むというところで、まあちょっとね、やはり夏男というところで、非常に状態上がってきたなっていう感じありますし、まあ安倍監督のコメントありましたけども、やはり4番が打てば試合に勝てるというところで、まあなんでなんだろうっていうところはあるんだけども、やっぱりね、4番が打つ、まあ主軸が打つっていうところは、非常に重要だと思いますし、点がよく入るというかね、そういったところがあるんで、だからクリーンアップって言われたりとか、4番打者って言われたりするんだと思うんですけども、まあ、今年で7年連続20号ですか、20本以上というところで、素晴らしい記録だと思いますし、これからもね、記録を伸ばしてほしいなというふうに思っております。はい、でですね、まあ4対1というふうに、勝ちましたというところで、じゃあ次はですね、スタメンの変更点とかをね、見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、どちらのチームのね、スタメンの変更点も見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のジャイアンツから見ていきたいと思います。はい、昨日からの変更点少しありまして、昨日、キャッチャーでね、スタメン出場してた大城さんが今日は、まあ出場しておらず、キャッチャーね、岸田選手出ておりますと。で、昨日、6番、坂本選手だったんですけども、今日は5番に上がっておりまして、で、門脇選手が7番だったんですけども、今日は6番に入っておりますと。で、ピッチャーはですね、山崎より投手だったんですけども、今日はグリフィンというところで、なんとかね、連敗止めたいと、連敗下げたいというところで、まあ、ここでめちゃくちゃ重要な勝負なんで、もう正直言うと。うん。広島ね、もうこれ3連敗だけしたらもう終わりですよっていうところなんで、ここでグリフィンでなんとかね、勝ちたいというところでしたね。で、対するカープですけども、カープもね、少し変更点ありまして、昨日3番に入ってた小園選手が今日は5番に入っておりますと。で、昨日5番に入ってた坂倉選手が今日はね、キャッチャーで入っておりまして、で、代わりにファーストですね、今日3番に堂林選手が入っておりますと。
で、矢野選手が7番だったんですけども、今日は8番に入っておりまして、で、キャッチャー、この間ね、相澤選手でしたけども、今日は坂倉選手というところで、まあ、ピッチャー森下投手から今日は床田投手というところで、まあ、床田投手もね、非常にいいピッチャーですと。コントロールもいいですと。で、なんか特殊球というかね、パームという球種もあったりとか、ちょっとね、変則的なところもあって、やはりなかなかね、ジャイアンツからしたら難しいピッチャーになりますけども、ちょっと我慢比べになるかもしれないけども、やっぱり接戦でね、なんとかこう、1点もぎ取って、まあ、2-1、まあ、2-0、まあ、2-0は無理かな。まあ、3-1ぐらいでね、勝てたらすごくいいんじゃないかなっていう思いがありました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、今日で言ったら浅野選手、なぜ打てたかとか、岡本選手のホームランには、ストーリーがありましたとかね、まあそういったところを含めて、ちょっといろいろ見ていきたいと思うんで、こっからね、ちょっと見てください。お願いします。こっから見てくださいね。いきますよ。はい、まず僕気になったところ、2回表です。はい、まあ先頭の小園選手、センター前で出まして、で、ノーアウト1塁で菊池選手見逃し三振、したんですけど、まあこの時もね、3球目にスチールを仕掛けてきているんです。で、小園選手がね。なんですけども、しっかりね、これを、まあ、岸田選手がアウトにしてるっていうところは、非常にね、今日ね、まあ、2つ盗塁させてるわけですけども、やっぱり相手がね、まあ、足を使ってくるチームなんで、そういったところで、まあ、走ってくるっていうのは、もしかしたら分かってたかもしれないけども、そこをしっかりね、分かってても、分かってても盗塁されることだっていっぱいあるし、分かっててもさせないことなんていっぱいあるんだけども、分かっててちゃんとさすっていうのは非常に素晴らしいですよね。分かっててもできないことってたくさんありますからね。はい。はい、で次ですね、3回裏見ていきます。この回チャンスあったんですよ。で、岸田選手センター前ヒット、ノーで中で浅野選手ショートゴロ。で、グリフィンがバント成功して2アウト2塁作ったんですね。チャンスね。で、ここで丸さんっていうところで、まあ、空振り三振をしてしまったっていう場面なんですが、正直、ここ打てるボールなかったですね。全部四隅に行かれて、ちょっとね、今日は丸選手はちょっと、床田投手というかね、やられたなっていう感じはすごくあったし、やっぱコントロールいいよね。本当にコントロールいいなと思います。はい。まあ、多少ね、甘くなってるボールとかはあるかでも、でも、やっぱりこう、総じてみるとね、やっぱりこう、そんだけ勝ててるピッチャーだなっていうのをね、改めてね、感じさせてくれました。はい。でですね、次、4回表見ていきたいと思います。これね、ノーアウトから、堂林選手にセンターへ2塁で打たれるんですよ。ちょっと、最後の7球目のストレートが、インサイド構えてたんですけど、ちょっと真ん中というか、まあ、アウトハイぐらいに行ってしまって、逆球でね、それを打たれてしまうと。ちょっと嫌な感じするじゃないですか。なぜかっていうと、次、末金選手だから。末金選手にボコボコ行かれてるから、やっぱ、ちょっと危ないなって感じするんですよ、この回ね。で、ノーアウト二塁で末金選手に、まあ、1打席目ね、まあ、三振取ってるわけですけども、もう徹底的にインサイド行ったんですよ。徹底的に、まっすぐとカットボールで、徹底的にインサイド行って、で、まあ、昨日の感じで言ったら、次外かな、外で勝負するのかなと思ったんですけど、2打席目もまたインサイド行くんですね。で、初球インサイド、まっすぐ行くんですけど、それをね、詰まりながら、末金選手が、まあ、ショートへの内野安打打ったんですけども、これは、まあヒット打たれましたけども、でも思いっきり詰まらしてるし、バッターからしたら多分結構、もう一回インサイド来るのかなって。一打席目あんだけ来られてるから、まだ来るのかな外かなっていう、ちょっとね、迷ってるところもあったと思うんでね。そういったところで結局、配球なんてもんは相手を迷わしたもん勝ちというか、考えさせたもん勝ちみたいなところもあるんで、そういうところは非常に良かったんちゃうかなと思います。で、ノーアウト1、2塁から小園選手バント決めて、で、ワンアウト2、3塁でショートゴロ、菊池選手。で、ここで、川崎選手がしっかりね、まあ、ストライク送球、ホームにしまして、ホームアウト、タッチアウトできたっていうのは、まあ、当たり前のプレーじゃ当たり前、プロだったら当たり前のプレーじゃ当たり前のプレーなんですけど、やっぱ、でも当たり前がしっかりできるっていうのは、めちゃくちゃ大事なことなんで、素晴らしかったなと思います。はい、で、次、これ大きかったと思います。4回裏、はい。先頭吉川選手が、まあ、2塁打、打つんですけど、まあ、ギリギリのタイミングで、はじめ1回アウトって判定されるんですね。で、まあ、今日解説元木さんでしたけども、元木さんが、まあ、解説の時言ってたんが、まあ、その直樹さんが、あんまりね、自分でこう、例えばプレイしてて、リクエストを要求するというかね、ってことはあんまりないから、これは多分、確信持って言ってるから、多分セーフじゃないですかね、みたいな感じのことを、解説でおっしゃってたんですよ。で、やっぱりスローで見ると、タイミングはアウトなんだけど、直樹さんのヘッドスライディングした人の右手が、タッチをかいくぐってこう、ベースに入ってたんで、セーフになったんですね。これで、全然暴走でもないし、あれなんですけども、相手のね、秋山選手も目いっぱいのプレーしてるんですけども、そこをね、やっぱり二塁もぎ取れたっていうのは素晴らしかったと思います。
で、ノーアウト二塁でモンテスデッドボールと、バーンって当たりましたと。で、ノーアウト一二塁。で、ここで岡本選手センターフライになるんですけど、僕ここでね、すごいなと思ったのが、トコダ投手ね。なんでかっていうと、モンテスにデッドボールプカーン当ててるじゃないですか。うん。当てて、やっぱりインサイドちょっと投げにくいかなっていうところ、やっぱ当ててるからね、あるんですよ。うん。そんなにこう、頭付近行ったとかじゃないデッドボールですけど、でもそれでもやっぱ当ててるから、やっぱちょっとこう、慎重になるところってやっぱバッティングからしたらあるんですね。なんですけど、この岡本選手のこの初球にいきなりインサイドもう一球ボーンって行ってるんで、ここがやっぱ勝ててる要因かなと思いました。正直ね。やっぱ人間やっぱ当てちゃうと、やっぱりこう、いくら気持ち強いとか言っても、やっぱちょっとこう、なんて言うんだろう。うん。じゃあちょっと外でちょっと一回ちょっと調整しとこうかとか、やっぱちょっと当てたから、ちょっとこう、センセンシブというか、こう、なんて言うんだ、神経質になりやすいですね。だけども、ここで、次のバッターの岡本選手にいきなり初球、ドーンってウィンサイド行ってるんで、それはバッターからしても、おお、当ててもまだ来るなっていう感じあるんで、だから、そういったところで、まあその、ところだとしてね、そんなスピードもめちゃくちゃ速いわけではないじゃないですか。150バンバン出してっていうわけじゃないけども、勝ててる理由ってやっぱそういったところかなと思いました。で、次の球ツーシームで泳がされて結局センターフライじゃないですか。で、坂本選手も、ワンアウト1、2塁から非常に、まあパームとかをね、入れられながら、タイミング外されてましたけども、でも最後ね、いい当たりだったんですけども、ライトフライと。で、ツーアウト1、2塁で、門脇選手もショートゴロというところで、ノーアウト1、2塁のチャンスで1点も入らないわけですよね、ジャイアンツからしたらね。ちょっと雰囲気悪いじゃないですか、ここでね。で、次ちょっと見ていきたいんですけど、これ6回裏ね、6回裏も、まあ非常にまたチャンスありましたと。これツーアウトからモンテス、ツーベースって、で、ツーアウト2塁で岡本選手がこれサードゴロ打ち取られるんですけど、まあこれも、ストレートツーシームで、まあ混ぜられて、で、7球目にパーム来て、で、8球目にもう一回ツーシームで行かれて、で、ショート、サードゴロっていうところで、まあ、うまく配球されてますと。で、ちょっとパームという球種が、もともと、なんかシーズン当初、あんまり投げてなかったと思うんですよ。だけども、シーズン後半にかけて、まあ、前、この間、床田投手が投げてる時の試合見てたんですけど、まあ、解説か実況の方が、非常にこう、狙われてきてると。うん。だから狙われてきてるから、カットボールやったりとか、ツーシームとか狙われてきてるから、だから、後半に入って、ちょっとパームの割合を増やしてますみたいな、コメントがあったんですけど、床田投手のね、ちょっと前の試合で。だからそういったところで、その後半ね、やっぱりある程度データ出てくるんで、床田はこういう球投げてきますよっていう風に、ミーティングも相手チームしてる中、そこで、パームというあんまり投げてない球種を後半戦多く投げてるっていうところで、バッターの目先を変えてるっていうところなんですけど、これ素晴らしい、配球だったなと思いますと。はい。やっぱ2ストライク後からやっぱりパーム投げれるって、やっぱある程度自陣内で投げれないからね。普通に2ストライク後にね。2ストライク後に、ポーンって言って真ん中ポーンっていったら、バーンホームラン打たれるだけですから。だからそれでもね、2ストライク後に使えるってことは、やっぱある程度やっぱ自信があるんだなっていうふうなところありますよね。で、ここです。7回表。これね、ちょっと痛かったんですけど、これワンアウトから、これ坂倉選手ホームラン打たれちゃうと。うん。まあ、カーブでストライク取って、ツーシームでボールになって、で、ツーシームがインサイド構えてたんですけど、それは真ん中入っちゃってホームラン打たれると。で、まあ、これも、まあ、打った坂倉選手すごいんですけど、まあ、投げ切ってほしかったなっていうところは正直ありました。うん。でね、やっぱジャイアンツからしたら、ちょっとこう嫌な感じで、チャンスは作れてるんだけども、点が取れないっていう風になってて、相手に先を点取られたんで、ちょっとね、嫌な雰囲気はあったんですよね。ただ、このホームラン打たれた後に、しっかり矢野選手と床田選手をしっかり打ち取れたっていうところは良かったですね。追加点を与えなかったっていうところは非常に良かったと思います。はい。で、ここです。ここがめちゃくちゃ大事だったんですけど、7回裏ね、まあこの回点を取る浅野選手が打つわけですけども、まあ先頭坂本選手フォアボール。まあこれちょっとね、床田投手からしたら痛かったですよね。で、ノーアウト中で、門脇選手バント成功と。で、ワンアウト二塁で岸田選手空振り三振と。あーちょっとやばいなって、この回も点取れんのかなと思ってたところ、浅野選手が打ちました。ここ配球チャート見ていきます。はい。ここね、ちょっとね、ストーリー話させていただきたいんですけど、これね、その前の打席、先ほど言ったじゃないですか。キャッチャーフライに打ち取られてるって言ったじゃないですか。これも、ツーシーム、パーム。で、やられてるんですよね。だから昨日、まあ、打ったりとかしてましたし、やはり多少ね、やっぱ広島、バッテリーからもね、警戒されてるというところで、ツーシーム、パームっていうところで、もう泳がされてね、もう、まあ、はっきり言ってノーチャンスなね、キャッチャーフライだったんですよ。その前の打席ってね。で、
広島バッテリーはおそらく、だから、打ち取られたボール。だから、浅野選手からしたら、打ち取られたボール、パームじゃないですか。パームから入ってきたんですよ。で、パームで様子を見たかったんですね。で、ボール球になりますと。で、ただこれが誤算だったのが、2球目のストレートをボールになってしまった。で、2ボールになってしまったっていうのがちょっと痛かったなと思います。相手バッテリーからするとね。で、ストレートでストライク取りますと。で、2ボール1ストライクで、先ほど3球かな ?3 球、前の打席で3球見してる2シーム行くんですよ。で、低めにね、めちゃくちゃいいボール来てるんですよ。ちょっと、もしかしたらボール気味かなぐらいのボール。なんですけど、浅野選手がそれうまくね、拾って打ったんですけど、これはね、正直めちゃくちゃうまく打ってますね。うん。だから、あの高めというか低さで、あれをセンターの横に持っていくってことは、やっぱりしっかりバットの面が向いてるんですね。あれをもし、こう、引っ掛けちゃ、手首カーンって返しちゃうと、あれショートゴロなんですよ。だけども、あれを返さずに、こう、パーンってこう、そのまま面で打ってるから、あんだけ飛ぶし、あんだけフライ上がるんですよ。うん。あ、いいところに落ちるんですよ。だからそれが浅野選手の成長だと思うし、先ほどやられたボールをね、うん、あんだけ見せられたボールをしっかり打てたっていうのは非常に大きかったなと思います。で、今日の試合でね、ここ流れ完璧に変わったんですけど、この8回表ね、先ほども言いましたけども、先頭秋山選手フォアボール出すんですよ。バルドナードがね、出てきて。うん、ちょっと嫌な雰囲気じゃないですか。で、ピンチランナー葉月選手が出てきて、もう完璧走りますよって感じじゃないですか、正直ね。で、ノア出中で、ノア選手が空振り三振でゲッツー。これ三振ゲッツーなんですけど、これめちゃくちゃでかいよ、正直ね。正直めちゃくちゃでかい。前も言ったことあるかもしれないですけど、やっぱ盗塁死とか、ライナーゲッツーとかもそうですけど、まあ、内野ゴロの普通のゲッツーもそうですけども、めちゃくちゃ雰囲気変わるんですね。球場の雰囲気もそうですし、勝負の流れが変わるんですね。で、このましてや、この1対1の場面で、まあ、8回表でね、まあ、相手も点を取りたいっていうところで、まあ、かけてね、勝負をかけてきて三振ゲッツーだと思うんですけど、ここでしっかりね、まあ、走ってくるだろうっていうのは分かってるんだけど、先ほども言ったけども、分かっててもできないことっていっぱいあるから、でも分かっててやっぱしっかりゲッツー、三振も取ったし、盗塁もアウトできたっていうのは、これマジででかいですね。阿部監督も言ってたと思うんですけど、これね、完璧にジャイアンツに流れ来ました。はい。で、8回ぐらいハン投手が出てきて、これね、先頭の吉川選手、まあこれファーストの内野安打というか、まあ強襲みたいな感じのヒットですけど、まあ強襲でもないか、ヒットってなってますけど、まあこれも、イレギュラーちょっとしたと思うんですよ。だけども、これは、正直多分ピッチャーとかバッテリーからの目線から言ったら、取ってほしい打球なんですね。うん。まあ、エラーとまでは言わないけど、まあ、ヒットって出てるんで、あれなんですけど、僕からしたら、ちょっと取ってよって、体前止めたら、ファーストだったら、踏んでアウトできるじゃんって思うぐらいの打球だったんですね。はい。で、ちょっとね、やっぱ三振ゲッツから流れ変わってきてるなっていうのも、ここで完璧にわかるんですよね。で、これモンテスがこれまた打つと。これ二塁打打つと。もう素晴らしいと思うんですね。対応が。で、これノーアウト2、3塁で岡本選手のホームランなんですけど、やっぱ岡本選手、まあ、床田投手にね、まあ、その、パームでやったりとか、ツーシームとかでね、うまく打たされてたんですけど、ここでね、ピッチャーがハーンに変わって、まあ、やっぱり、中継ぎのピッチャーって、やっぱり自分の得意なボールとか、っていうのを、まあ、優先して投げてる傾向があるんで、まあ、おそらくまっすぐ一本でね、待ってたと思うんですけど、まあ、とはいえね、153キロのまっすぐを、初球のまっすぐを、あの中段に運ぶっていうのは、マジで鳥肌もんやと思うし、やっぱ4番が打ったら勝つなっていうところは非常にあったんで、マジでね、僕ちょっと吠えました、この時、正直。はい、素晴らしかったなと思います。で、まあ、その後、ピッチャー松本投手に変わりまして、まあ、その後ね、まあ、チャンス作るんですけど、まあ、点は取れなかったと。でももうこのホームランでもう値千金だというところでしたね。で、最後9回まで大勢がもうね、えげつないピッチング、もう156、7出して、フォークボール、まあちょっとね、変化球こう今日多かったなっていう、うまいこと相手の狙い球を外してたっていうところありましたけども、もうこの大勢の最近の安定感えぐいから、もうここまで来たら勝ちやろみたいなところあるんで、非常に、素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いました。はい、てな感じでですね、今日はね、素晴らしい勝利だと思いますし、まあ、やっぱり、2連敗しなかったというかね、この、ほんまに今日負けてたらマジでやばかったんですけど、そこでしっかりね、なんとか首の皮1枚繋がったっていうのは、非常に僕良かったと思いますし、まあ、明日ですよね、もう毎日明日言ってるかもしれないですけど、もう本当にでもやっぱり後半戦になってきたらこうなんのよ。本当にヒリヒリすんのよ。でもそれが楽しいのよ。わかるでしょ皆さん。はい。明日もね、しっかりね、応援していきたいと思いますし、皆さんもね、小山翔平ベースボールチャンネルをこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。